おでこのシワ、気になっている方いらっしゃいますか？ピーチーのピピです。深くなりやすいおでこのシワ、年齢が出やすいおでこのシワ、気になっている方多いかと思います。今からでも間に合う、おでこのシワを目立たなくする方法をお伝えします。最初に生え際を3箇所に分けてくるくるします。おでこのシワを取るには、おでこの周辺の筋肉をほぐすことが大切です。これを2回繰り返します。次に手をグーにして、耳の斜め上あたりをほぐします。10回くらいくるくるします。今度は美容液やクリームなどをつけます。手をグーにしてジグザグジグザグ、横シワを切るようにジグザグしてくださいね。最後は手のひらで下から上へ形状記憶、おでこのシワ良くなれと思いながら行ってくださいね。お疲れ様でした。いかがでしたか？年齢が出やすいおでこのシワ、気になる方、予防したい方はぜひ試してみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。参考になったよという方は、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ピーチーのインスタグラムもしております。ぜひ覗いてみてください。それでは、ピピでした。